NSC ラクラカワータイムキーパーの2人でお送りしております。それではコーナーに参りましょう。松井を笑わせろエピソードトーク塾。はい、このコーナーではゲストの皆さんにテーマに基づいたエピソードトークを披露してもらいます。そのエピソードトークを聞いて松井君は面白かったら参った、もう一息ならまだまだ、面白くなかったらダメの3つで判断してください。皆さんは初段から始まり、参ったは1段アップ、まだまだは現状維持、ダメは1段ダウンで、10段までいった人には得点がございますということでございますけど、もう何回、なんか何段かいってる。まあ、そこまで何周もしてないか。でもなんか何段か言ってるやつおったよな。ほんま？いた？いや、1段、2段ぐらい。あ、まあ、何回も来てる人いないですからね。はい、じゃあ行きましょう。本日のテーマはバイトの話でございます。お、いいですね。いいちね。ょうど僕もバイトの話しましたね。それでは1人目いきましょう。1人目は NSC44 期、芸歴2年目の、お、まんまるの牧野初出段た。でございます。それでは早速つないでみましょう。牧野。マキモや。どうも、お、まんま牧る野。の秋野です。お願いします。久お願々い。の牧野ですね。お久しぶりです。久々やん、もう激動も落ちて。落ちちゃった。何しいてや、るん本だ当に。よ、あんた。この前、喫茶店で会っても全然気づいてくれへん。落ちてきた。俺がな、ちゃちゃちゃ。特に俺がな、そ俺、うやあね。の日な、その喫茶店にそのマルチっぽい人がいっぱいおってんマな。ルチっぽい人いっぱいいて。で、俺も見た目、今、マルチっぽい服着てるなと思って、ああ、あったよな。で、挨拶された瞬間に、俺、マルチと勘違いされてるやんと思って、マルチの後輩に そんなに？挨拶されたやんと思ったら、その時もまだ気づかなかった気づの？かなかったよ。ええ？だってもうひ俺、どいっ2があるす。から、マルチの人に声かけられたこと。お疲れ様ですって。あ、そうなんや。俺、マルチちゃうよって。同業者と思われて同る業ん者と思われて。や。ね、よう見た、牧野やっ牧野た。やつ。牧野、まあどでうもでした？そんな喋ってないんかそな、うやもともな、と。劇場おった時にそこまで喋ってない。確かに、お前ら劇場おった期間、むっちゃ短かったもんな。いや、もう世界最速ですよ。いいね、いいね。いや、いいけどな、そうよ。でも帰っまんてくまれるるかはら、僕まんは好まきるは。ですからね。大丈夫よ。ありがはい。とうございます。いやいやいや、ありがとうございます。じゃあ、ということで。はい、じゃあ、牧野の、バイトの話を聞きましょうか。はい。はい、い行きたまだきす。ます。はい、はじい。ゃあ、それでは、牧野のバイトの話、お願いします。学生の頃、居酒屋でアルバイトしてまして、で、その日は、僕ともう一人の友達と、で、もう一人、フィリピン人からの留学生のクライドさんっていう、クライドさんっていう方と3人でシフト入ってまして、で、こう営業終わり、ゴミ捨てっていう作業があるんですけど、うちの居酒屋ちょっとゴミ捨て場が僕の場所にあるんで誰も行きたがらないんですよ。で、ちょっと行くやつじゃあトランプで決めようってなって、トランプがあったんで。楽しいね。大富豪でじゃあ決めましょうってなって、まあフィリピンの方なんでクライドさんが、クライドさん大富豪わかりますって聞いたら、ちょっとわかんないですけど、一回やってみたいんで、とりあえず一周見ときますわ、みたいな言われて。ああ、フィリピンにも一周見とく概念あんねや、とか思いつつ、説明しながらやってたんですよ。2が一番強くて、とか、4枚一気に出したら、強さがひっくり返るとかを、こう、一通り説明した後に、クライズさん、大体わかりましたって聞いたら、あ、わかりました。フィリピンでも似たようなゲームがあります。チキッチャっていうゲームがね、大富豪と似てます。あ、そうなんですか、あるんですね、やっぱり。で、そのチキッチャってじゃあ、それどんなゲームなんですかって聞いたら、そのフィリピンでは、その鶏をペットとして飼う文化があるらしくて、自分家のペットの鶏と、他の家のペットの鶏を外で戦わせて、そう、見物客がどっちの鶏が勝つか、金かけるゲームやって言ってたんで、一からルール説明し直しましたね。全然ちゃうもんな。全然分かってなかったです全ね。然分全然分かっかっててなないいややん。勝負っていうとこだけやん。勝負だけで似たようなあるって言ってきます。っていなるうほ話。ど。いや、ありがとうございます。いや、面お白いね。もろ。いいでありすがとうございね。ます。なんか、綺麗やな、綺今麗の。わ。腹立つわ、チキッチャ。チキッチャ。チキッチャ。フィリチキッチピャンで人の、す。なんていう方でしたっけ？クライドさんですクね。ライドさん、なんでそれを思いついて言ったの？ぜひもう、なんか話合わ前せをなって進思っむたんかな、ちょっかと。な。チキッチャで決めていただけたらなと。じゃあちょっと、じゃあ松井君、じゃあ判定の方お願いしいきまます。す。参った。おお、よっしゃいや、これは素晴らしいです。ー。素晴らしい。いいありがとうね。ございます。めっちゃいいし。ねえ、確かめっに。ちゃいいやん。チキッチャ。
チキッチャも面白いな。チキッチャ。そうそうそう。チキッチャ面白いな。その主にどういう時にはそれはさ、そのチペットの鶏がさ、負けちゃうことって。殺されるんちゃう？殺されるってこと？いやでも、どこまでやるのかは知らないんですけど、うん、俺も気になって調べたら、うん、一応あの、刀剣とかってあるじゃないですか、日本に。ね、あれ、はいはいはい、のなんか多分流れの刀剣っていう、ね、戦わす鶏とかいて。そんなあなんか確かに聞いたことあるわ。ああ、チキッチャー。おもろいな。で、よく考えたら、チキッチャーのチキも、多分チキンとかから来てるんやろな。そういう、まあ、それお前が全く知らないですけど。でもまあ、あってそうやな、それな。日本語で鶏のことチキンって言わんやろ。だって絶対。チキンやろ。チキンやろって言わんやろ。おもろい。何のバイトなん？何のバイトしてんの？居酒屋。普通の居酒屋か。普通の居酒屋ですね。おもろいな。そういう人何歳なの？何歳ですかね。多分30前半ぐらい。ああ。ほんでめっちゃ日本語喋れてみたいな。日本語は喋、日本完全に日本語っすね。あ、なるほど。そのフライヤーの油飛んできた時とかも、熱って、うん、その反射。ああ、そう、見せたんだいぶやな。反射やったら母国語出ると思うじゃん。確かに。え、んで、その後、そのクライドさんとやったの、大富豪は。あ、やりましたね。あ、いけたん、クライドさんは。もうルール分かったんや。あ、分かってたんすけど、ちゃんと勝ちましたね。そりゃもちろん。あ、そう、クライドさんに。あれが。いや、そうそうやな。そうそうお前もお前の土俵でやりすぎやって。もうチキッチャーと大富豪をうまく混ぜてやらないと。ほんまよ、お前。うますぎるでしょ。鳥に数字書いて、それで大富豪して、みたいな。しないと、お前。さすがにな。でもおらんから。そう。いいですね。面白いね。ありがとうございます。確かに、でも、やっぱ外国の方が、そのバイト先におる、お前もその話俺めっちゃ似たような話だよ。俺も、俺もうなぎ屋で働いてて、京都の、うんはいはい、で中国人のお客あの従業員めっちゃ多くて、うん、ワンさんっていう40歳のもうそういうのでっかいおっさんがおったんやけど、うん、その人と最後の掃除めんどくさいところじゃんけんで決めましょうっつったら、ワンさんが僕じゃんけんあんましたことないから分かんないっつってグーしか出せないって言ってて、じゃあ一回練習でやりましょうっつって何回やってもグーしか出さへんねんか。そう、あ、ほんまにグーしか出せない。ほな、俺買っちゃおうと思って、最後、じゃあこれ本戦ねっつって、最初はグー、じゃんけん、ほいって俺パー出したら、うん、ワンさん、綺麗なチョキ出して。何マジで。もう。なんでお前も騙され、その。教えたれよ、ほんで。チョキとパーあるよって。ワンさんに、ワンさん教えてもしゃあないし。しゃあなくないの？何回言ってもグーしか出さない。作戦やって、絶対。なんでなんでなんで説明簡単でしょ、じゃんけんの。そうやな。いや、言ったね、軽くは。グーチョキパワー。じゃんけんのルールも分かってんで。でも、なんか、グーしか出せへんで、とっさのじゃんけんは、みたいな。バカやねん、ワンさんも。バカとか言うな。めっちゃ怖い。とにかく騙されてるんすか、それに。おもろいな。やっぱ、外国人増えたもんな、従業員とか。まあ、そうやな。俺、まだないもん、その外国人の人と働いたこと。俺も がっつり日本語やで。結局日本語喋れんで、みんな。まあまあまあ、そうか。だからまあまあ、そんな変わらんけど。でもおもろい人多いよな、なんかちょっと。いや、なんかいいですね。ちょっと見つけたなりますよね。そういう話なるかな、みたいな。そうそうそう。人と、その、育ち、人となりとかもおもろそうやもんな。何、なんで今、居酒屋で、フィリピン人の方が居酒屋に来たの？いや、そうですね。そうそう、何がとか、まあまあ、いろいろあんのかな、理由は。うん、いや、そうだね。その人40歳なのに、中学生、高校生とかが乗りそうな原付き、皿で買ってたの。めっちゃ自慢されたの。皿で買った。松井くん見て買ったの陽気やね。めっちゃ声でかいね。あ、そうだね。いいでしょ。めっちゃええやん。なんか、ほのぼのするわ、その話。ということで、マキロ、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。素晴らしい話でございました。またなんかちゃう企画でも来てくれ。はい、ありがとう。ぜひお願いします。ありがとうね。ありがとう。あとお前、はい、ありがとうございます。加湿器、めっちゃ焚いてる部屋。いや、ちょっと湿度エグいっすね。湿度エグすぎるから。窓ないんすよ、うん、うち。なるほど、そういうことな。まあまあ、湿度大事やからね。まあ、声とか。まあ、そうやな。喉は痛めへん。やりすぎて、はい。もんもんしてるもん、ね。水中みたいなところでやってますけど。ありがとう、牧野。ありがとう。ありがとうございます。またね。またね。ありがとう。失礼します。ありがとうね。いや、マキの、そうや、相方のね、トウヤとはね、あの、飯行ったことある。ああ。トウヤは実家やねんけど、その、オープンカー持ってね。え？そう、あいつの、なんか、もらって。え？フォルクスワーゲンのオープンカー。持ってんの？あいつ、まんまるのトウヤ？すごいやん。
え、自分用で？そうそう、自分用で。めっちゃええ。そう、めっちゃええやろ。ほな、劇場落ちても俺ショック受けへんと思う。そうやね。オープンカーあるもん。オープンカー捨てろ、あいつ。オープンカー持ってるから落ちんねん。すげえ。そうそう、めっちゃ楽しかったです。はい、じゃあ、それでは、ちょっとお便りが来ております。ラジオネーム、みゆさんから。アキラさん、秀樹さん、こんばんは。純粋な質問なのですが、芸人さんとファンの方の距離感はどれぐらいがベストだと思いますか？今、すごく大好きな芸人さんがいて、手寄りだったり、劇場にも通ったりしてるのですが、嫌われないように、でも応援することが伝わってほしいです。どうやって気持ちを伝えてもらえると嬉しいですかという。難しいですね。難しい質問ですけども、一定の距離は空けてください。本当に。本当にお願いします。詰め寄りすぎたら怖い。詰め寄りすぎないでください。なるほど。まあ、いいんですけどね。うん、その、応援してくれるのもすごく嬉しいし、まあ、そのね、なんていうの、難しいよな、ここ。難しいな。応援してほしいし。だから、うん、まあ、わかりやすく例えると、うん、たこ焼きと白いご飯を一緒に食べることに注意しだしたらあかんと思う。わかりにくい。どういうことですか？だから、俺がたこ焼きと白いご飯を食べることに、うん、それやめといた方がいいですよっていうまでは言ったらあかんと思う。意味わかんない。ああ、まあだからそこまでこう、プライバシーなところに。でもちょっと難しいよな、それは。表現できへんかった、俺も。うん。ああ、まあ一個じゃあ言いますわ。じゃあ言って。もう自分が、例えば好きな芸人さんがいて、うん、好きっていうのと、もしかしたら迷惑。っていうのの、うん、狭間で、もう、ほんまそこの一歩絶対超えたらあかんって、その、一歩ちょっとだけ超えても、やっぱこっちめっちゃ感じるやん、それ。なるほど。そう。でもそのラインが人によってまずちゃうやん。いや、いや、一緒やねん。一緒なん。ちゃうふりしてんねん。あ、超えてる人は。そうなんや。知りませんけども、あんまり深くは喋りません。でもまあ、応援してくれるのはめちゃくちゃ嬉しい。応援してくれるのは嬉しいんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、そんなみゆさんからのリクエストでございます。あいこで花火。NSC ラフラフアワーでは、フワチルの皆さんからのリクエストもお待ちしております。メールアドレス、lrh@esfm.jp にメールを送るか、ツイッターでハッシュタグラフフワでつぶやいてください。はい、ちょっとね、曲中二人でね、話してて、ね、うん、解決して。答え出ました。あ、やっぱりね、見に来てください。あ、まあ、その、見に来てくれた、なんか多分俺らは、見に来てくれた数の多い人から覚えていくというか。確かに。そう、この人めっちゃ来てくれてんなっていう、うん。まあまあ、手売りとかもありますから、うん、そこであって覚えたりするので、ほんまに見に来てくれる人が好きです。好きだじゃん。はい。確かに。それだけお願いいたします。お願いします。はい。よく笑ってください。はい、よく笑ってください。そういう方が僕たちは大好きです。はい、それでは続けて2人目いきましょう。2人目は NSC44 期芸歴2年目のピン芸人、矢野劇場初段でございます。はい、それでは早速つないでみましょう。矢野劇場。オーライオーライオーライたまにヨーライどうも矢野劇場です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。そうよ。ギャガーもう、矢野劇場にはお世話になってますから、うん、僕らはね。このラフフワで。お久しぶり、ありがとう。ナスビのギャグ、ナスビのギャグ何やったっけ？どんなやったっけ？え、何ですか？ナスビのギャグどんなやったっけ？ナスビ。うん。ナスビ。何やったっけ？ナスビのギャグ。ナスビのギャグなかったっけ？いや、あったかもしれない。そうめんのギャグじゃなかったですね。そうめんのギャグ俺今、そうめんとナスビ間違えてんのそんなわけえ、ちゃう、ナスビのギャグ、ちゃうやん。ちゃう、あれ、ナスビ常備してないよな、だって。ナスビもあります、ナスビも、はい。いや、ナスビも。めっちゃ芸人や。めっちゃ芸人や、こいつ。これ、めっちゃナスビが見たいわけちゃうねん。そうかっこいいな。やっぱ芸人やな、今の。すぐ。俺らが師匠の、その、無茶ぶりみたいな感じになってもうたけど。ごめん、ごめん。多分、ちゃうやつ。ちゃうやつか。そう。でも、矢野劇場はめちゃくちゃいっぱいギャグ持ってるから。ごめん。ちょっとじゃあ、せっかくやしさ、一個やる、喋、はい、る前にさ、一個だけギャグ。あ、もう一個だけギャグくれへん。はい。はい、何でもいいですか？何でもいいよ。好きなやつ。じゃあ、夏なんで、いきますね、うん。夏のギャグ。はい、夏が始まった、あいつが来た。まあ。ちょっと調子悪いな。なんか今考えてた？お前。でもよかったよ。うん、なんかめっちゃ、ステップのな、やつが来たやろ。いや、まあ、そうやけど。めっちゃ、
今考えたみたいな。今考えたみたいな。なんか間があったけど。珍しく。ありがとう。まあまあまあ、今日ギャグの回じゃなくて、はい、トークの回という、はい。バイトやね。はい、ごめんね。じゃあちょっと、はい、じゃあ、矢野劇場にちょっとバイトの話していただきたいと思います。準備 OK ですか？はい、はい、じゃあそれでは、はい、お願いします。お願いします。僕、まあ、この衣装を着てる、エネオスで働いてるんですけど、そうなんや。エネオスで、はい。今アルバイトさせていただいてるんですけど、うん、エネオスのそのまあガソリン、まあ忙しい時お正月とかでバタバタしてる時に、1台のこう車が来て、で僕2台をそのできないのに、まあ、なんか2つのことやってて、うん、で車に僕レギュラー車にガンって言ってなんていうんですかね、レギュラーを入れるはい、銃みたいなやつ、うん、あれを差し込んで次に行ってたんですよ、うん、そしたらOK ですってガンを取って、でその車帰られて、で僕はそのまま、まあ、時間が来て、今日はじゃあ矢野くん上がりって言って上がって、そのまま SNS ライブをしてたんですよ、うん、そしたら、うん、僕と一緒に働いてるベビーコミックっていうコンビの永見っているんですけど、そいつと一緒に今バイトしてて、うん、そいつから LINE が来てて、うん、お前やらかしたなって言われて、え、うん、え、何をってて、そしたら、その僕が帰った、30分後ぐらいに1台の車が、うん、レッカーに運ばれてきて、え、うん、でそれな何やらかしたのと思ったら、その普通車に軽油を入れてたんですよ、うん、やらかしてる、うん、でその車が廃車になっちゃって、え、でその車が、元東美の、特許さんの車だったんですよ。えぇ、ー、えぇ、ー、ほな、ええやん。なぁ、全然。東美の特許さんの車を、の、うん、親の車を、僕が旅行中に、軽油入れてしまったもんで、で、車ぶっ壊れて、で、損害賠償が40万ぐらいかかって、はい、もう、僕、うわ、やばっと思って。で、お父さんもカンカンで。うわ、そらな。はい。で、ある日、アップトゥユーで特許さんに出会って、うんうん、すいません、僕が矢野劇場ですって言って、謝罪したら、うん、まあ、めちゃめちゃ笑いながら、お前かよっつって。ああ、なるほど。まあ、ちょっと笑いにしてくれたんや。はい、笑いにしてくれて。本当にちょっと肝が座りました、あの時。すごいな、その話。怖いね、ゾッとすんな。自分ってなったらめっちゃ怖い。確かに、だって特許何個上？2級上ですね。2級上やろ。うわ、はい。まあまあ、42級。普通に怖いやろ。でバイト先には死ぬほど怒られんじゃん。40万で損害賠償なんか出たら。まあだから、まあ、エネオスやからな、エネオスが払ってくれるのじゃん、多分。ちゃんとこういうの、はい、あれしてるから。ああ、保険があるんだ。そうそう、保険があるから。すごいね。すごい話ですね。じゃあちょっと、はい、松井くん、じゃあ判定の方お願いします。まだまだ。なるほど。もう一個だけやっていいですか？もう一個は何何何話。もう一個だけやって。あ、いいよ、いいよ。同じエネオスの話なんですけど。うん。悔しかったね。洗車、車を洗うときに、うん。僕、掃除機を、洗車して、室内を掃除機するんですよ。うん。で、その時に、掃除してたら、ちょうどそのエンジンがついてて、うん。で、前に、カーナビで、バラエティ番組やってたんですよ。うん。で、漫才を。で、僕、それを見ながら、ながら掃除してて。うん、よくないな。そしたら、お客さんのティッシュペーパー全部捨てて。あとでちゃんと怒られます。はい。ええ、判定お願いします。まだまだ。マジかよ。そらせやろ、お前。お前、弱すぎだやろ、はい、今の。さっきのも話はよかったよ。話よかったよ。なんだもう、多分じゃあ、お前に、7回か。うん、7回、って言って。お前はいっぱいギャグせえ。で、3回だけちょっと悔しいですわ、もう。チックチョーチックバイイェイ。おい、それだ。お前はそれだ。いやー、まあまあまあ。嬉しいです。
いや、ほんまはダミーにする予定やってんけど、そうやな。もう特許のとこがめっちゃ面白くなったから、ね。もうそこは運よな。うん。運よな。はい。いや、おもろかったけど、話は。お前、うまいこと喋ろうとせんでいい。多分、これからも。はい。どこまで行っていきます。いやでもおもろかったね。すごいミスやし。そうやね。俺が、僕らが許しますよ、お前のことは。よかったよかった、無事で。すごい経験やな。すごい経験やな。ここまでの。まあまあ、だから、最悪。最悪。最悪の経験。芸人だからいいけど。そうやな。話せてよかった、これが。はい。ということで、やる気、はい、ありがとう。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 まだギャグしに来てくれ。はい、まだギャグします。最後にじゃあ、一発。最後、見せて。うん。はい。じゃあ今考えてないお前ずっと今考えて生きてるいや逆にありすぎてなるほどなるほどかないいよいいよゆっくり、はい、うん、なんかあげようかあなんかくださいその方がいいそうですねじゃあ何やろじゃあ食べ物系とかさっき言ったそうめんはそうめんあそうめんのギャグで見せじゃあそうめんのギャグそうめんのギャグはいそうめん食べたいなそうめん食べたいなえそうめんやっぱり井戸の底おいいですね素晴らしいですねはいほんまなんでも逆にもう絶対逆ばっかりしてください、お願いしますということで柳木ちゃんありがとうございましたはい、よろしくお願いしますありがとうねありがとうありがとうなんかなんかさなんかわかるわ、矢野義の気持ち。あ、わかる。うまいこと喋りたいね、あいつも。いやね、できねえよな、結局。もうまだまだって言ったらすぐもう一個言っていいですか。はいはい、やっぱサンブリ精神がすごいな。でもちょっと今日の矢野義は調子悪かったですね。だって、もう全部や、ギャグに関してもあのーとは言ってないけど、あのーってなってたから。だからもう完全にもうな、苦手やね、多分トーク。あ、でもトークしたいね、好きやね。おもろいトークしたいね。だからトークのことばっかり考えて、もう、ギャグも変な感じになってるから、ね、トークあんま得意じゃないから、もう終わる。今日の矢野劇場終わってた。普段もっとおもろいですからね、はい。はい、じゃあありがとうございます。待って頑張ってます。はい、頑張ってね、矢野劇場。ということで、それではこの辺りで一曲聴いていただきましょう。これは松井くんが選びました、うん、バックナンバーで綿菓子。NSC ラフラクアワータイムキーパーの2人でお送りしております。それでは最後3人目いきましょう。3人目は NSC45 期芸歴1年目のピン芸人、時吉良吾初段でございます。それでは早速繋いでみましょう。時吉。はい。お疲れ様です。お願いします。お願いします。お願いします。マイクかなマイク、この人ね、音聞きやすいから。あ、そうですね。これの方が周りの雑音入らず自分の声だけ聞こえるかなと思いまして。すげえ、確かにめっちゃ聞きやすいよ。聞きやすいな。確かにめっちゃ聞きやすいけど。本当ですか。いや、その映像。間抜けすぎるぞ、だいぶ。そうそう、間抜け見た目は。ね、一応これ、今も出るからな、お前。モグラなわけだ。何それいや、おらへんけど。うなぎ、うなぎ犬のまた別番みたいな。モグラナマズ、うなぎ犬ってなんだなんかのキャラクター、なんか漫画でしたっけあれ、天才バカモン。バカモンのキャラクター。だからお前の脳みそが普通にバカモンの作者みたいな。知らんねや、知らん。うなぎ犬。うなぎ犬。うなぎ犬。うなぎ屋で働いてたけど、知りませんということで。なんでお前が変な MC で。はい、時吉良吾ね。時吉良吾、ピン芸人なんや。そうです。芸歴1年目で。はい、初めまして。はい。タンクトップ？それ何それ？いや、違います。あの、暑いんでまくってました。あ、お前、暑いんでまくってたんか。え、高校生？いや、違います。もう、暑くてまくの高校生までやろ、お前。やめとけよ、やめとけよ、お前。暑くてまくことだけやめとけ。いや、すいません。まあ、家やもんな。家やからな。暑くてまくってもあんま意味ないからな、ほんで。あ、本当ですか？わかるからな、もう大人になったら暑くてまくっても意味ないことが。いや、ちょっとでも風当たりたくて、ちょっと。すいません。いや、わかるけど。タンクトップとかキーよ。なあ。すいません、はい。暑くてまくるやつおもろいな。まくるやつやんけ、こいつ。なんかパッと見へん、なんかちょっと特殊な感じのやつかと思ったら、うん、普通のやつやんじゃん。暑くてまくる。ちょっとふわふわしてるから、ね。いいですね、いいキャラクターで。じゃあ早速、じゃあ時吉良吾の、バイトの話聞きたいと思います。それではお願いします。はい、僕はですね、あの、某会社の会長を送迎するドライバーのバイトさせていただいてるんですけど、まあそれもまあその何て言うんですか、僕運転がすごい好きで、うん、そのドライバー運転するだけでお金もらえるって僕にとっては最高やなっていうので、なるほどね、その応募させていただいたんですけど、うん、面接もその日その場で採用していただいて、
で、なんかあのその送迎、その運転の試験があるんでっていうので、でそれも僕何人かおる中で合格させていただいて、おおすごい。あで、うわこれ運転で、しかも時給送迎時2000円って書いてて、ええー、めっちゃいいよ。運転するときに時給2000円もらえたら最高やんっていうので、そのバイト初日迎えまして、うん、その会長の自宅まで車で上がって、その山の上の方なんですけど、うん、上がって行って着いて、じゃあ会長 乗っけんのかなと思ったら、その社員の方に、うん、じゃあとりあえず竹内君一回降りてもらっていいって言われて、うんうん、で会長の家の方また向かっていくんで、あ、うん、挨拶するんやと思ったら、その飼ってる犬をまず餌と水替えをやってくれと、うん、って言われて、あれ、うん、みたいな、あれ運転するだけじゃないんやみたいな、うんうん、けど僕まあ犬とか好きなんで、まあ、餌あげて喜んでくれるワンちゃん見て、あ、すごい楽しいなっていうので、うん、出たら、じゃあ竹内君、じゃあこれ履き替えてって言って長靴渡されまして、うん、え、何に使うんですかって言ったら、ちょっと裏来てって言われて、そのめっちゃ大きい家なんですけど、その豪邸の裏連れて行かれて、うん、あ、じゃあここ掃除って言われて、あの露天風呂、露天風呂を掃除させられるんですよ。すごいな。ほんで、あれなんか、あれなんかドライバーだけじゃないんかなみたいな。うん、うん、そうやな。たらもう露天風呂掃除終わったら次は会長のランニングゾーン。あの野球の、野球のこういう、なんか分かりますか、この5本立てるガリみたいな。ああ、ガリな、あるな。で、あれを何メートルかね、3、40メートルあるランニングゾーン全部ガリかけろと。で、会長にふわっとしてくれて、その土を。ガリってな、ふわふわ、なんか、そうですね。その、会長が走るんで、その、硬いと足首痛めるから、ふわっとって言われるんですよ。もうほら走んない。そうそう、そうですよ。もう走らんでいいのにと思いながらで、でも、汗だくなりまして。で、もう、やっと終わりかと思ったら、なんか、奥の方から、コケコッコーみたいな。ほんで、あ、鶏かかってはんねや、みたいな。ただ、最後は、その、会長の、朝ごはんを取りに行ってくれっていうので、30羽おる鶏の小屋に入れられまして、その卵をこう回収するんですよ。産みたての。産みたてのあったかい卵。でももちろん、つつかれるもありますし。そうやな。で、その、もう申し訳ないですけど、僕、もう鳥のあの動きがすごい苦手で。申し訳なくないよ、全然。ちょっと、鶏にはちょっと申し訳ないんですけど。いや、ごめん、めっちゃ優しいやん。で、この、こういう動きがすごい嫌で。うん、分かる。でも、まあ、その、まあ、何度か回収し終わって、で、そこで仕事は終わりっていうはずなんですけど、うん、その日はなく特別業務で、その会長の靴も洗えと。そのなんか、会長が履いた、何十足もある靴を全部指奥まで突っ込んで洗えっていうので、なんかそのドライバーでよかったのにそんな一言も言われてないんですよ、面接とかでも。それでなんか結局そのドライバー時間は1時間ぐらいで、その会長の身の回りのことで3、4時間だから2000円もらえるのは1時間だけっていう、なんか悲しいというか、なんか外れバイト引いたなっていう。大外れ、大外れ。その掃除中とか時給発生せへんの？いや、時給、その時はもうシンプルな時給なんで、1200、300円と。あ、なるほど。ドライバーとしての時給は、その2000円やけど、そのドライ、運転手だけなんや。そうです。僕家、西宮で、うん、その、働く場所が奈良の生駒なんですよ。ええー。で、8時集合とかやるんで、僕6時半とかに家出て、うわ卵回収して、露天風呂掃除して、うん、最後、ピャって難波まで送って終わるっていう。なんかその、いやそのこういうちょっとなんて変わったバイトやから頑張って続けてるんですけど。え、今もやってんの？今もやってんねや。あ、もうなんかやめ方わかんなくて。いやまあまあまあ、まあまあやめる言うたらやめれるやろ、ほんで。いやちょっと会長もちょっと怖いですし。あ、なるほどね。はい。ふわっとしなあかんしな、ほんと。そうそう、ふわっとしないと。確かに鶏にも申し訳ないしな。鶏がもう最近ちょっと可愛く見えてきて、なんか僕来たら喜ぶんですよ、キャ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 言って。ええや。めっちゃいい。なるほど。そうなんですよ。話でございました。はい。じゃあちょっと松井君、じゃあこちらどうでしょうか。マイター。おお、素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。良かったな。めっちゃ特殊やな。いや話自体はほんまにそのなんやろ、このすごい話。な。
ちょっとそれ以外のところ、俺めっちゃおもろかったわ。なんあの、その鶏に申し訳ない。これさ、俺らの YouTube のブリッジでさ、鶏に優しくしたいっていう名言があんねん。名言で自分で言うな、お前が。それのもう本物の人や。それの。鶏に本人登場。本人登場や。いやもうこのご時世動物にもこう優しくしていこうというあれなんで、まあそうやな。すごいな。でもその話それ何の会社とか言えへんもんな。それは言ったらあかんよ。絶対よくないやそんな。え、来たええわけない。そんな。そうか、うん、こんなことする会社露天風呂はむっちゃめっちゃいい、めっちゃいい、入りたいってなる。いい感じ。いやその大きさというかその山々が見えるんで。山々をで、なんか今とかだったらセミの鳴き声だったり、うん、聞こえて、うん、ああうわ気持ちそうやなって思いながら掃除してます。あでもちゃんと、まあ、その時間にまあ言うたらちゃんとした金額、うん、普通の場合もらえてるからまだ大丈夫だけどな、はい、何が一番あれした、ね、その会長の関連でこれすげえなと思ったみたいな、なんか、うん、会長それで言ったら、うん、僕送迎時は会長あの僕が運転席で左後ろに座ってるんですよ、うん、うんで、助手席を全下げで、お会長が足伸ばして、その電話しながら、ナンバーまで行くんですよ。わお。その際も、その物件を、いや、まあ、それ、あれ、何十億って言ったやんけ、とか。うわぁ、すごいな。すごいな。いや、すげえと思って、聞いていいんかなっていう。確かにね。僕が、そういうのを。聞いていいというか、喋っていいのそれ。今か、これ、会長聞いてるんだ、このラジオ。聞いてるか。会長、聞いてるか、今。ニワトリニエサやってるわ今会長は。いや会長マジで何にもしないです。そうなんや。すごいな。そうなんですよ。その話すごい、まだ続けてるしな。いやそれでも会長とは仲良しぬくやらしてもらってるの。いや多分僕のこと吉本って呼ぶんで多分名前知らない。えいやそれはもったいないな。せっかくやねんから。いや面白い。吉本を呼ばすね。はい吉本また。ぜひお会いする機会があればどの会社だったのかっていうのはもうクソッと、あちょっと聞かして、聞かせてちょっと聞かせてもらおう。これはありがとう、はい、ということで、時吉ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました、うん、また来てね、ありがとうございます。いやすごかったね、面白いな、うん、ということで以上松井終わらせろエピソードトーク塾でした。ありがとうございました。今日はエピソードトーク塾、うん、いやみんなおもろかったですね。まんまるのトーヤ、まんまるトーヤちゃうわ。まんまるのマキナ、ごめんなさい。おい、相方の方が好きなんでごめんなさいね。マキナより僕はごめんな。マキナ、俺はトーヤの方が好き。やめたれ、ただでさえ俺に間違われてんねんから。俺全く知らん人の顔で見られてんねんから。嘘嘘、トーヤもね一緒にあのお花見の時いっぱい喋ったから。あ、そうなんや。そうそうそう、あれめっちゃ見た目変わってんの知ってる。見た目変わったん知ってる。 NSC 時からめっちゃいかつかったん昔。あ、そうなんや。そう、でも全部ヒゲとか剃ってちゃんと、あーそうそう、受け入れられるように。なるほどなるほど。そんなことしてんのにトーヤはずっと YouTuber みたいな髪型してる。あの、あーなるほど、髪型な。そう、いやでもトーク面白かったですね。バイトの話これ一番良かったね。うんうん、めちゃくちゃおもろかった。エピソードトークとしてうん、めちゃくちゃ良かった。満点やったな。満点でした。ライブでできる、はい、で、まあ矢野劇場がゼフ長でした。あのが多すぎる。あのちゃんが、あのちゃんがここまでたどり着いてぐらい、まあぐらい呼んでた。どういう呼んでるってなるぐらい。さすがに呼んでる。さすがに呼んでる。このさすがにこんな言われたら呼んでるわってなるぐらい。いやまあまあ面白かったですね。時吉涼吾、時吉涼吾もすごいな、ほんまに。ほんまに聞いたことないあれやったわ。バイトやった内容が。いや皆さんね、すごい面白かった。今日の MVP は、まんまるマキノ。マキノやった。面白かったです。ということで、本日も皆さんありがとうございました。